ね、やばい、適正になってますね。宇野直人が勝利、 2-2 です。 Here comes a new challenger. いいぞ、いい勝負してますね。Please select your character. さあ第5試合目となります。現在はセットカウント 2-2 同点です。先に折り返し、勝ち越して折り返すのはどちらかという第5試合目です。あー、シーバルサー地上ヒットは今のヒットでも拾えますね。あー、もう許しませんね。あー、爆弾ランプポイ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 投げていきます。おーおーおー、敵がいい、ミラクルジャンヌだ、またかと。プレゼント設置はできます。他にもあるところ、これはプレゼントから離れた、美味しいぞ。そしてもう一回出されて、こうなるとナオトは下がらざるを得ない。ノーマルジャンディで壊すが、ノーマルジャンディでは壊れなくて、なんとこれはガチなここミス、まだワンチャンある。何？さあお互い OD 終了して、さあ対空ずらしがあるんでね、プラチナには素直な対空はしづらい感じがしますが、一方選手したのはプラチナ。ペルシャで往復していく。いやー、探しに対空決めていく。うわー、まだギリギリで家出してきました。あ、うまい、この日地上の、あ、空中ノーマルヒットでしたが、しっかり着地をプレイしないでました。探しに対空、うわっと、キュアドットは抜きます。ドーン、1500、それしっかり追加で倒し切っていく。1-1でファイナルラウンド。プレゼントが、プレゼントが機能している。さあ DB からトップ入ってた、足勝利でダッシュではないが、おお、見てるの技、危ない、マゴマゴしてるところにいい映画生でヒットして1で回る。さあここは許しませんね、ロッキーチャンシーは。いえ、あ、しえ許しません。しっかりベルセーラーで割り込んでいく。さあフライパンでねえや、猫カウンターして、さあお互い体力あとわずかという状況だが、ミラクルジャンヌ危ない、 OD いい絵打っていったがダッシュ勝利、ダッシュ勝利、いい絵を突き抜けてきました。さあ先にリードしたのはジュノナオト3勝です。さっき今のよく分かんないんで、ね、強化版 EA の場合確か無敵長い中なんだかで負けますからね、負ける時もある、よく分からん。これは家庭でだから逆に言えばむしろちゃんと調べてほしいところですけど、ノーマル EA よりアクティブロスの EA の方が無敵長い説が俺の中であるわけですよ。さあ、だいぶ縦に見えたけど、そこに 3C ガンダバックスに 6C が入って、プラチナのコンボが結構減るな、いい仕様でしたね。うわー、テクストロブうまい、駆け込み慣れてないとは思えない、超テクストロブとか、ははっ、できてる、ははっ、周り包まれていく、これはミスらなければ死ぬぞ。大丈夫ですね、しっかり際立つと決めて、一本選手したのはプラチナです。あー、
とホッピングしてる場合じゃなかった。アベジャンディが当たって危ない。スタイル、あー、クレバリがしないからと4バカに 6A 当たる。ミノミサーから目の前ミサイル、これ結構怖いですね。変な投げ出せるがうまく拾っていく。どういうこと。あー、立ち火で破壊入らない。おお、ほっ3死当たるがキャンセル技が出てない。女性対決、倒した。おいこい、ミラクルジャンヌ。さあ、脱勝利では勝てません。さあ、これ苦手ですね。ジャンニシー、スワロームーン、ジャンシー、よく当たっているが。おお、五分五分、三三です。さあ、シーソーゲームですね。第7試合目です。先にリーチをかけるのはどちらかというところ。ナオト・クロガネ、The Wheel of Fate is turning. Rebel 1. Action. これよ。ネコパンサー。そうですね。さあ、ボスキーだな。ジャムディーが敵に当たる。さあ、B 指導を上げ立ち上げで拾えるんですが、よくある。ナオト使いあるある。先に出ちゃうかも。よくリードだし、あゆき猫をカウンターのバウンドしてここに行ける。ここで打ち始めから、なんかちょっと点数スワロームについてますね。ツーフィー側からワンフィー側では安定してる感じですが、ツーフィー側は点数スワローム安定してないか。最初はハイジャンプシーンが来るかもしれない。おおおお、ああ、初めて出した時にゴングやりすぎた。ポシッとブーメランが戻ってきまして、一方転出したのはプラチナ。悔しいカウンター、これ結構強い。さあ、ゴングおお、あはやっぱ当たる。ダメか、ロッキージャンシーの視界割り込むんだよね。さあ、なんとか追い返していきますが、もう 50% 溜まっているプラチナ。しかも意図的にプレゼントの時にしっかりやってる感じですが、ダブダッシュしてくる。おーっと押し込んでくる。あとこれはしゃがみくらいだ。しっかりコンボ入れて、そのまま怒らせながら一気に入れ替わるが、立ち入れ突き抜けるのがプレゼントだ。あ、これは確定ですね。 3C2EA が当たって、もう終わり。プレゼント超優秀。ディバイスマッシャーを止めてくる。これは本当に有効と言わざるを得ないですね。時計通す。あー、本拠点の方が早くなっている。ロケーカーの差し崩しはほぼミスらない。あ、移動機上がりはブーメラン届きますね。下がるが当たっている。できません。さあ、どちらもワンピーとツーピーにそれぞれ苦手がある感じか。片やテイクスワローブ、片や名浜に進行を見つける。さあ、ミラクルジャンヌ、OB ミラクルジャンヌから、これずるいっすよね、OB ミラクルジャンヌ。安定機械で、上下枠に3ターン。ミサイルだ。さあ、わからんぞ、これは。バスト。ドッシーどー。さあ、ドッシーンはガーフですね。先にリーチをかけたのはフェルトプラチナ、4勝。さあ、これはあるのか。
ナオト黒金。段位的には下克上ですね。さあ、アーケ勢の意地を見せられるか。ジノナオト。さあ、フェイタルカウンターで、それ空中カウンターと、すぐ受け身が取れてるね。フライパン。フライパン。フライパン。さあ、これちょっと締めが怪しいですね。息入れ替わっちゃう。ビーマミカ。そしてミサイルミラクルジャンのやっぱりプレゼントだが、おお右暴れ、カウンターからここに行く。ああ危ない、大丈夫。おお、覚醒、危ない。ラッキャンでプレゼントをガードしていかないといけない。さあ、かなり厄介です。どうする、一本選手したらプラチナ分からせリーチ、投げがカウンターして、ポポポン、マミサ始めから下段だ、危ない。ダッシュ勝利ミスの 2D あるあるですね。ナオト、あ、落ち着いている。ダメジャンディを6連体育しっかり決めて、お尻。さあ、OD 対ミラクルジャンヌ。さすが EA の勝つが、ただ向こうはまだいっぱいある。ライオン、どうし、あ死にましたね。はい、きっちりカウンターからのコンボを決めて、というわけで、フェルトプラチナ対ジュノナオトの、GWB は 5-3 でフェルトプラチナの勝利となりました。お疲れ様です。